はい、マインドフルネス瞑想入門というタイトルでこれから進めさせていただきます。でまず簡単に自己紹介させていただきます。私吉田正夫と申します。出身は福岡県で今神奈川県の真鶴に住んでおります。職業が瞑想ヨガ講師です。で自分でヨガビーング真鶴っていうヨガ教室を主催しております。あと東京だと銀座の綿本ヨガスタジオでもクラスを受け持ってます。でヨガを始めたきっかけなんですが、大学卒業後に心と体のバランスを崩した時期がありまして、それでいろいろ試した中でヨガ瞑想のもたらすメンタル効果に感動しまして、ヨガ講師になりました。でこれまで35カ国以上を旅してさまざまな文化に触れながら、ヨガ宗教とかを学び研究してきました。で今年の1月に1日10分で自分を浄化する方法、マインドフルネス瞑想入門という本を出版させていただきました。ですので、今日はこのマインドフルネス瞑想のこの本に書いてあることをダイジェスト版でお届けしたいと思います。はい、今そちらの資料に瞑想に興味を持っていただけるようにご用意したんですが、Google やインテル、Apple なんかでも今瞑想が取り入れられてます。これは元をたどると原始仏教、東洋思想がベースになってます。でマインドフルネスっていう言葉の語源はパーリー語のサティ、念って漢語に訳されてます。今心と書いて念、そして日本語にすると気づきです。気づきの瞑想というふうにも言われたりします。でこのマインドフルネスを実践したことによってお釈迦様は悟りを開いたというふうに言われてます。でそれどういう状態なのかって言いますと、評価や判断をせず今という瞬間に 100% 意識を向けた状態のこと、これをマインドフルネス、またはマインドフルな意識状態というふうに言われます。これは仏教の止観の瞑想法で、禅、それから入ってきた禅や日本の何々道と同じ東洋思想がベースです。弓道、柔道、茶道なんかもこのマインドフルネスの実践と言えます。例えばお茶を飲むとき、茶道でお茶を飲むこと、目の前の一杯のお茶に意識をすべて集中させて、その味を味わって今この瞬間に意識を向けていたら、これはマインドフルネスの実践になります。でまた今みたいに一点に集中した状態を、呼吸を感じること実践していくと、これもマインドフルネスの状態になります。はい、ではその反対語ってどういう言葉なのかってご紹介すると、マインドレスネスっていう言葉になります。マインドレスネスっていうことはマインドがない状態、無意識、注意が散漫の状態、また上の空、我ここにあらずな状態っていうふうにも言われます。例えば人の話を聞いてるときに何か考え事をしていて、あれ全然今の聞こえてなかった、聞くことに集中してなかったっていうことがあったりしますよね。あとは何か食べてるときもテレビなんか見てたり、そっちの視覚に集中してて味覚に全然意識が向かってなくて味わってなかった、何食べたか覚えてないって、そういう状態がこのマインドレスネスな状態です。仏教ではこれを無知、無明って言われたりします。また難しい表現になりますが、自動操縦状態、エゴっていうふうに表現されたりします。で通常の私たちっていうのは何かぼんやりと考え事したり、湧いてきた思考にそのまま乗っかって何かずっと考え事してたりする、このマインドレスネスな状態にあるっていうふうに言われてます。でこうマインドフルネス瞑想っていうのは旗から見たら何もしてないんですように見えるんですが、何してるのかっていうと、マインドレスネスな状態からマインドフルネスな状態に持っていくメンタルトレーニングです。何かぼんやりと考え事してる状態から一点に五感に集中して今この瞬間マインドフルな状態でとどまっていく、そういった心のトレーニングです。これによって何が得られるのかって言いますと、気づく力、この気づく力を高めることができる。で、近年脳科学や心理学の分野で研究が進んで、その効果が明らかになってきて、例えば8週間瞑想を実践することで脳の構造が変わるっていうふうなことも明らかになってます。
では具体的に見ていきますね。でそちらの資料にも書いてありますが、 Google ではこの EQ を高めるっていうことを期待して瞑想を取り入れてます。 EQ が高まると他人の気持ちに共感しやすくなったり、相手が何考えてるのかをキャッチしやすくなったりして、リーダーシップが発揮しやすくなるっていうふうに言われてます。でこの EQ が高まるメカニズムなんですが、脳のある部分が活性化してその部分の厚みが増してくるって言われてます。まあ、頭や前頭前野です。でこの部分が鍛えられるとどうなるのかっていうと、自分や他人の思考や感情の動きを対象化して理解する力が高まる。でさらに不安や恐怖などに関連するこの扁桃体が収縮するっていうふうに言われてます。その部分は小さくなって、まあ、イライラや不安が抑えられやすい脳や心の状態になるって言われてます。近年スタンフォード大学の自分を変える教室なんかでも、この自制心、また自己コントロール力、共感力が瞑想で高まることが明らかにされています。はい、ということでもう一度効果まとめてみますと、マインドフルネス瞑想の効果、ストレスから解放されます。また明晰な思考、集中力、創造的な思考や思いやり、こういった効果を期待していろいろ企業で導入されたり、また心理療法、うつの方を治すのにこの実践が使われてます。例えば未来や過去に向かうとストレス、不安や恐れ、心配を感じるのですが、今この瞬間に向けている間っていうのはあまり心配事、ストレスが感じられませんので、ストレスから解放されますし、頭を一回休めることによって、考えない時間をあえて作ることによって脳が休まるので、考えることがより効率よくできる、頭が整理されるっていうふうにも言われてます。また瞑想は一点に集中してそこからずれたことに気づく、この繰り返しですので集中力が高まります。メタ注意力と注意力が高まるって言われるんですが、注意、やるべきことに向けるその集中力と、そしてそこからあれずれた、今全然違うことやってた、考えてたっていうことに気づく、そのメタ注意力が高まることで集中力が、最初は3分間続かなかったのが長続きするようになるっていうふうにも言われてます。また創造的思考、クリエイティビティ、直感っていうふうにも言われますが、直感や創造的思考っていうのは論理、頭で論理立てて考える思考とはまた別のところからふっと湧いてきたりするものですよね。でこれっていうのは心、頭が静まっている、脳でいうと大脳新皮質、論理の部分が静まっている時に、古い脳の部分、大脳旧皮質からそういったアイデア、自分を超えた直感のようなものが湧いてきやすくなるって言われてます。はい、でそういった自分がやりたいこととかワクワクっていうのも身体感覚、皮膚感覚ですので、まあ、その感覚とつながるのに一旦頭を落ち着かせて、そして内側で起こっていることを感じると、こういった、まあ、既成概念を超えた企画なんかが生まれやすくなるって言われてます。あとは瞑想は自分の呼吸や体を感じますので、自分の気持ちに共感しやすしていく練習でもありますの で自分自身に共感する力が高まると他人に対しても共感しやすくなると言われてます。はい、ではさまざまな効果がある瞑想なんですが、ではこの瞑想を深めるポイント、この5つのポイントを押さえておくと、まあ、より瞑想状態、瞑想的な感覚になりやすいっていう、そのポイントをご紹介します。まず1つ目が今ここ、呼吸に意識を向ける、つまり今この瞬間に意識を向けるっていうことでもあります。瞬間瞬間、また仏教の用語で言うと刹那って言われますが、常に今この瞬間が移り変わっている、それを観察していく練習です。まあ、ともすると私たちは常に何か綺麗な夕日を見ている時でも、明日の会議朝礼大丈夫かなって心配して考えていて夕日を見るっていうことに集中していなかったり、簡単に言うと今ここに戻していく、その練習です。過去や未来に向かったら、また他人に意識が向かったら、今瞬間瞬間の自分自身の体や呼吸に戻していく練習です。
では、次が何もしない。唯一やることというのは何もしないことをあえてしていきます。でこれが大きく呼吸法と違うところです。呼吸法は呼吸を思い通りに操作しようとしていきます。それはそれで有効です。なので瞑想前に呼吸法をすることは有効なんですが、このマインドフルネス瞑想では何もしない、ただ内側で起こっていることを観察する、感じることを大切にしていきますので、どこかに向かおうとしたり、またコントロールしようとする操作主義から何もしない、ただある状態に切り替えます。ドゥーイングモードからビーイングモードへ切り替えるって私は表現してるんですが、ただ今この瞬間を感じる側に回っていく、そういう練習でもあります。で3つ目がジャッジしない。マインドフルネスでは一切の評価や判断もしません。快と不快と分けない、いい悪いと分けないで、ありのまま感じる、直接知覚、直接認知していくという実践になります。私たちは五感の刺激、人と出会ったり、その人の印象、またそれは過去の記憶のその人に似ているタイプとか、データベースからまたこういう人はきっとこうなんじゃないかなとか、ある印象を持ちます。で、いい人悪い人、また食べた瞬間おいしいおいしくない、また瞑想してたらお尻が痛い腰が痛い、さまざまな湧いてくるそういった心の反応を観察していく練習です。ですので、足が痛くなってもそれを、ただ感じていく。で、考えるところから感じる練習っていうふうにも言い換えることができます。理性知性で何かを分析したり分けたり言葉にしたりするところから、ただ感じる、五感の感覚に意識を向けて感じ続けている状態を実践していきます、はい。でちなみにこの考えると感じるっていうのは反比例する関係にあります。例えば感じることを集中していくと雑念が静まりやすくなります。例えば音、この音に集中すると必然的に考えが落ち着いてきますので、感じるセンサーを強くしていくことで結果的に考えなくなる、そういうイメージです。で、受け入れるっていうことをやっていきます。先ほどのジャッジしないとつながるんですが、マインドフルネスでは否定も肯定もせず受容していきます。で、不快な感覚や感情も客観的に観察していきます。先ほども言いました通り、お尻が痛くなってきたっていうことにまず気づきます。それをありのまま観察して数呼吸置いていく、そういう練習になります。このような実践によって日常生活でもイライラした時それに気づきます。イライラしてきた、呼吸が浅くなってきたってことに気づいて、それを観察していく、否定も肯定もせずにただ感じるっていう練習になります。で、5つ目が毎日意識する、実践していくことでマインドフルネスの筋肉が鍛えられます。今ここでお伝えしていること、これは言葉文字知識ですので、マインドフルネスは実践、今やったような呼吸に意識を向けていく、そこからずれたことに気づいていく、今この瞬間に意識を向けていくということで、その脳の部分が鍛えられ、アウェアネスが高まっていきます。で、実践には2種類大きく分けてあります。正式な練習、今みたいに時間をとって瞑想をしていく、ヨガをやっていく時間と、また日常生活で散歩や食事、人間関係の中でも五感に意識を向けて今ここにあれば、それはマインドフルネスの練習になると言えます。簡単に言うと、筋トレ、体をかっこよくしたい、体を変えたいと思ったら筋肉を意識しますよね。例えばここの筋肉を鍛えようと思ったら抵抗をぐーっとかけて負荷をかけると、ここの厚みが増してきます。で、体鍛える人っていうのは大体スポーツジムに行ったり、またパーソナルトレーナーをつけて練習をします。そしてまた日常生活でも、やっぱり階段を選ぼうかなとか、食事は、夜は炭水化物は取らないようにしようとか、また子供と遊ぶ時も少し意識して筋肉を意識して持ち上げたりとかするかもしれません。
まあ、こんな感じで日常生活の中と、そしてまた朝定期的に、また夜でもいいです、時間を少し5分や10分とって練習していく。そして日常生活でも、例えば人と話す時でも、考え事いい悪いとなるべく判断せずに、相手の存在そのものに意識を向けて聞くと、それがマインドフルネスの練習になります。また食べる時も味覚に集中して味わっていくと、このマインドフルネスの実践になりますし、足の裏の感覚に集中して歩いていくと、これも歩く瞑想になります。ということで、またより詳しい内容をお知りになりたい方は、最後私の本の宣伝にはなるんですが、マインドフルネス瞑想入門吉田正夫著 CD ついてますので、ぜひ Amazon や楽天、また書店で買えると思いますので、ぜひ購入していただければと思います。